いやこれ勝てる気しないんですけど、マジで。いや超強えじゃん。そしてプルート。え、これ戦わずにそのままイベントが進むっていうことないかな。ないよな。そう都合よくはいかんよな。うわ、普通に戦闘っぽい。うわーエモい。かっこいい演出が。でかでかバッキバキじゃん。うわぁ。刮目せよ。俺の最終形態を。熱くなってきたな。うおぉ。肩にダンプカー乗ってんのかいってやつじゃん、これは。いや、これ勝てねえよ。アイテムも ほぼ使い切ったし、さっきので。いや、まあやるだけやるけど。うん、とりあえず、悲しいポエムで、しょんぼり状態にして、相手の攻撃力は下げておきたい。うん、でもさっさと蹴りつけたいな。とりあえず頭突きで様子見よう。うん、でケル君通常攻撃、いや輪ゴム使うか。ケル君輪ゴムでも使って、いやそれヒロ君に任せよう。ヒロ君は輪ゴム使って体力を下げておく。でここはもうさすがにあれを狙いたい、やる気解放だから畳みかけはちょっと控えよう。うわ強っ、月を投げつけたって。どういうことよ。うわ、これダメージ2回もらったら終わりだな。いやー、これちょっと勝てる気がしないんですけどね。負け格とかだったら助かるんですが。でも相手をしょんぼりにするよりも、ニコニコにして、こっちがしょんぼりになった方がいいような気もするな。あ、ヒロ君やられた。どうしようかな。とりあえず、読みジャムでヒロ君を回復させたいけど、もう読みジャム最後の1個ですよ。これでもうあと誰かやられたら復活させれないし、でも全然相手の体力まだまだたくさんあるし。いやもう終わりや、終わり終わり終わり、やめだやめだ。勝てるわけねえこんなの。ちょっとレベル上げして出直すべきだったな。有効属性にはなれたが、もうジュースを回復する暇もないからな。もうとりあえず生存優先してやる気解放がたまるのを待つしかないわ。うん、もうそれしか今の自分にできることはない。これで一旦やる気解放をためよう。いやそれでもな、多分倒しきれないと思うんですよね。うわやられた。もうこれもう読みジャムないから復活できませんよ、うん、もう次のやる気解放にかかってるわ。かかってるけど多分無理な気がする。通常こうガードしとこう。あ、ガードないのか。終わった。終わったぞ、やる気解放。あ、使えな、あ、これ4人揃ってないとダメなのか。終わりました。ありがとうございました本当に。あ、なに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 、なになになに、また。今度は何。なんだかんだ2人パーティーで、いや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 、そんなバフかけなくていいから。2人パーティーで粘ってはいるけど。いやもうやられたわ。一発で一発でやられたわ。悪かったな子供たち、ここまでの成長と頑張りに拍手を送ろう。いやーこれはちょっともうレベル上げて、あと装備を整えるのもすっかり忘れていたので、うん、それも負けにつながった要素の一つだな。であとはアイテムを整えて、であとサメ肌社長の倒し方っていうのももう分かったので、次はなんとかなるかなっていう気はするんですが、とりあえずいろいろと準備してまた戦闘に臨みたいと思います。はい、もう日をまたいでいるんですが、パーティーのレベルを上げてアイテムも補充しておきました。オーブリーちゃんが味方になった後のセーブデータだと、これエレベーターで一家に戻れないのかなっていうふうに誤解していたんですけど、これは受付、今いるのは受付で5階に1回行ってそっから1階に戻るっていう、そういう感じみたいだったので、別にオーブリーちゃんがいる状態でもレベル上げはできていたみたいなんですけど、ただまあできないのかなって思って、一旦ケル君とオモリ君のレベルだけを20に上げて、そっからオーブリーちゃん味方にして、で戻れることが分かったのでオーブリーちゃんのレベルも少しだけ上げたっていう感じですね。よし、万全の状態なので、うん、今から戦闘に向かいたいと思います。よし、まずはサメ肌社長やろう。あ、でそうだ、オモリ君の攻撃が全然当たんねえって嘆いていたんですけど
あれの原因はオモリ君に眼帯っていう命中率を下げる代わりに攻撃力を上げるみたいな、そういう装備をしていたので、それが原因なのかなっていうふうに思ったので、命中率が高くなるアイテムを、装備させています。あ、でレベル上げによってケル君このジュース中毒っていう新しいスキルを覚えて、これがあのダメージを受ける代わりにジュースを回復するっていう結構便利そうな、スキル、これを覚えたので、これも積極的に使っていきたいと思います。倒せた？あ、倒せた。やっぱ倒し方分かりゃどうってことないな、サメ肌社長は。問題はこの後だ。さあ問題はここからですよ。プルート戦、リベンジ戦。まあ言ってこれが初めての再戦ではないんですけど、なんだかんだ今までもカットはしているけど敗戦したっていうの何回もあるので、ただ動画にするリベンジ戦っていうのを動画にするのは初めてかもしれないな。よし、じゃあやっていくぞ。いやこいつはいくらレベル上げしたとしても勝てる気があんましないんだよな。で思ったのは、あの味方、自分たちのパーティーを全員しょんぼり状態にして、でかつ相手を、ニコニコ状態にする、それがいいんじゃないかなっていう。敵の攻撃力っていうのは高いんですけど、せめてしょんぼり状態にしてダメージっていうのをジュースと分散することができたら、なんとか耐えることができるんじゃないかなっていうふうに思っているので、従いまして今回の作戦としては、この線香花火、ニコニコ状態にする線香花火、これを使ってケル君に使ってもらって、プルートをニコニコ状態にする。でその次のターンのオモリ君はこの雨雲で、全体をしょんぼり状態にする。でそこから攻撃を重ねていくっていう感じにしよう。あ、とりあえずこのムードレッカー、これも新しく覚えたスキルなんですけど、相手がニコニコ状態の場合有効になる攻撃ですね。これオーブリーちゃんに使ってもらおう。でケル君はこの線香花火をプルートに使い、でヒロ君は通常攻撃で様子見よう。おやつタイムとか使おうかなとも思ったんですけど、はい、パカン。なんかいいな。いいですね。よし、これでとりあえず感情状態を、整えまして、でうおー強いけど、やっぱりしょんぼり状態なら耐えれるな。耐えれる。 OK、 いいぞ、効いてる。でプルートはそういう感情の状態を変更するみたいな、そういう技は使ってこないので、この状態にさえしてしまえば、あとはもうほっといてそのまま戦ってもいいのかなっていう感じはしますね。で畳みかけは控えておこう、やる気解放を使いたいので、で読みジャムとかもね、その他回復アイテムも大量に買っておいたので、レベル上げによってお金はたくさん手に入ったので、よし、いいですね。いや正直プルートに教えてもらった筋肉自慢だっけ、あのスキル使って、ね、勝利したら結構熱いなとは思うんですけど。有効属性でかつしょんぼり状態のダメージ分散によって、相手からの攻撃はあんまり通ってないですね。こっちにいい感じ、これでやっていこう。あ、で輪ゴムとかも使って相手の防御も下げておきたいな、今のうちに。後々敵さんバフをめっちゃかけるようになってくるんですけど、それの対処がねちょっとあまりできていないので、そこが懸念点ではあるんですけど。さあ来た来た、こっからがちょっと怖い。そう、一度にいろんなパラメーター上がるからな。素早さは下がるのか、攻撃と防御が上がっちゃうから。ただヒロ君に今輪ゴムを使わせたので、攻撃じゃない、防御は下がるはず。下がるというかプラマイゼロになるはず。まあでもこっちのダメージはだいぶ、ああいってる、大丈夫、耐えてる。1回目の戦闘の時に比べてだいぶ、渡り合えてる。全然その絶望感がない。1回目の戦闘の時に比べれば。で、そしてやる気解放ももう少しで溜まるな。あとはもう生存を意識して、そしてやる気解放を使えば倒せるんじゃないのかな。あ、出た、みんなにぶつけた。全体攻撃か、地球を持ち上げる。いや、そんなんやってたっけ。やばいぞこれ、やばいけどなんとかなりそう。なんとかなりそうだけど、ジュース減らされたから、それによって次切り刻む使えないけど、でもその代わりジュースがない代わりにやる気が10になったから、ジュースになる、なんでもない。あー、倒せる、これはいける、これいけるな。いや BGM めっちゃかっこいいんだけど。BGM 超いいわ。これもうとどめさせると思うので、よし。でケル君が回復し、そしてもうこれで先にプルートの攻撃が来ても大丈夫ですが、オモリ君のやる気解放だ。よし、これ倒したぞ多分。あれ、やる気解放の前に、あれ、やる気解放使いたかった。
いやーこれはうん、もう単純にレベルが足りなかったっていう感じだな。レベルとアイテムか、レベルとアイテムが足りなかった、うん、でそして作戦を実行に移すのが遅かったっていう、判断が遅かったっていうのが1回目の敗因でしたね。うん、でもなんとかなるな、全然プルートも。でもよくやった、すごく成長したな。だがまだ終わってないぞ。え、なになに。まだ連戦くんの、第二形態とかあんの。それはもうラスボスのお仕事だと思うけど。まあなんとかなってよかった。ワインドアップを覚えた。わー、すごいみんなレベル上がるな。よし、で倒しましたけど終わりじゃないっていうのはどういうことですか。プルートさんには今後もプルート運輸で働いていただきたいんですけどね。ぜえぜえ、本当に強くなったな。ふう、俺も嬉しい、偉いぞ。しかしそれでもまだ仕事は終わってない、きちんと終わらせなければ。構えろ、子供たちよ、これが真の力だ。え、本当に第二形態あんの、見せつけろ、サイドチェスト。つまり言ってたやつじゃん。何、手にいるチャンピオンベルト。あ、はいはい、ちょっとタイム。何、今の幻想だったの。ここ壊れてないけど。はあ、プルート落ち着け。今日は最強の社員を一人手放すことになったんだ。二人とも失いたくはねえぞ。いえボス、私が倒しますよ、もう少し時間をください。意外と冷静だな社長。もういいんだプルート、気にするな、今日はもう人材を失いたくねえんだよ。意外とそこは冷静なんだな。あ、帰ってった。いや、そう抜けるんかい。もう出ていけ。正直お前らが来てから トラブル続きだったしな。あ、ありがとうございます社長、本当に大変助かります。ふん、はいはい、好きにしろ。どうしても残ってくれねえのか、残念だよ。ここでさらなる高みを目指せただろうに。サメ肌社長、行く前にその一つだけ、友達と一緒に誘拐され、よくわからない契約を結ばれたとはいえ。ん？誘拐されたの？社長ってそこまで悪い人ではないのではと常々思っておりました。うん、なんかそんなにブラックな感じではないなっていう雰囲気はありますけど。ヒロ、意外に思うかもしれないが、お前のことはずっと息子のように思ってたんだ。お前ならこの先も大物になれると信じてるぜ。うおー、もう行け、失せろ。お前らに構ってる暇なんてねえんだよ。本当にありがとうございます、サメ肌社長。うん、さてと、やっとみんなが集まったことだし、バジルの捜索を続けよう、再開しよう。随分と長い旅になっちゃってるけど、きっと見つけられるはずさ。だからそれまでは諦めちゃいけないよ。うん、そうだな、俺もそろそろ見つけられると思うぜ。待ってて、バジル君、すぐに見つけてあげるから。シャハハハ。そうそう、そういう熱心なところも優秀なんだよな。やっちまえ、ガキども。おー、いいやつだったじゃん。やっぱり。やっぱりっていうのはあれだけど。こわもてで、荒くれ者な雰囲気はあるけど、うん、意外と物分かり良かったりとか、あと人材をもう失いたくないっていう、その辺の冷静さというか、うん、で、人材を手放したくないっていう理由も納得のいく理由だったし、そんなに悪い人じゃないのかな。そうだ、忘れる前にオモリにこれをあげるね。最後の楽園の中をもっと早く移動できるようにって、サメ肌社長がくれたんだ。ヒロからVIPカード券、おお、それすげえ。よし、これでエレベーターも速くなるはずだよ。でも、たまにすごく揺れるから気をつけてね。あ、そうなんだ。じゃあ乗ってみる、移動してみる、受付。あ、そこでショートカットできんのかなって思ったけど。あ、そういうことか。あ、なるほど、移動時間のあの、ロード中みたいな、あれが短縮されるっていうだけか。うん、あそこのエレベーターが一気に1階まで行けんのかなって思ったんですけど、そういうわけではないのか。なるほど、じゃあこれもう帰ればいいのかな。ただ寄り道したいところもあるんですけどね。この4階のこの先ですよ。後回しにしていたここ。ここもオーブリーちゃん味方になったので、サクッと探索しちゃいたいなと思います。これもう頂上ですけど、さらに上に行くと、あ、ここに出るんだ。いつぞやの、はるばる広場、はるばる広場じゃねえ、広々森の近くのマップじゃん。そしてブラックキー。これ取れなかったやつだ。ここに来るのか。なるほどな。よし、じゃあもうアイテムも一通り回収できたので、次に進みましょうか。いや、寄り道はしまくってますけど、イベントだ。
よっしゃ、また全員揃ったぜ。うん、顔出しパネルで写真撮ろ。ウェイ、ハイタッチ。ん？あ、みんなとハイタッチしてんのね。それで、なんでこんなところにいるのか誰か覚えてる？そうだな。変な夢を見た気がする。確か、俺たち底なしの大穴に落っこちて、気づいたら怪しい契約書にサインしてた。うん。なるほど、人生どうなるかわからねえな。で、これからどうするんだっけ？なんかバジルを探してたんだよな。うん、そうだよ、ケル。バジルを探していたんだ。うん。バジルって最後の楽園にいたりしない？ないない。バジル君がこんな場所に来るわけないじゃん。こんなのが好きな子じゃないでしょう。いや、もしかしてさ、案外こういうの好きだったりするかも。バジルのこと見なかったか聞いて回ればいいんじゃね？いい考えだ、ケル。ただ、俺たちかなり遠くまで来てるから。ここの人はおそらくバジルの顔もわからないんじゃないか。うん、あの無限道路の反対側、うん、ここは相乗り専用だぜみたいなこと言われたあそこ、あそこに行けるんじゃないの。はいはい、いいこと思いついた。みんなでバジル君の似顔絵を描いてみようよ。絵を見せたらわかるかもしれないじゃん。二人ともどうした？今日はいい考えばかりだな。じゃあ俺から。それはいいけど、本当にこんなところにいるの？あのさ、何それ、全然似てないじゃん。バジル君の髪はもっとこう、海の向こう側なんでしょ、ここは。バジル君わざわざ海を泳いでここまで来たの？ちょっと待って。これもなんか違う。おい、俺の傑作に落書きすんなよ。つうか、バジルの花はそんなにでかくねえだろ。よし、どうなってるかな。あ、ヒロ君も描くの？ヒロ君うまそう。え？これバジル？うわ、ごめん、見るに耐えない。あ、描くわけじゃないのか。ヒロは下手くそな絵をオモリのポケットに入れた。それ見れんの？後で。はあ、せっかくやってみたのにうまくいかないな。そんなに落ち込むなよ、オーブリー。バジルは俺たちで探せばいいんだ。写真は持ってないの、一枚ぐらい。きっと大丈夫。まだ探してない場所もいっぱいあるし。うん、そうだな。次は、奥深井戸に行ってみようか。ああ、通ってきたところか。ここからタクシーに乗ればそこまで遠く、そこまで遠くないよ。タクシーならいつも最後の楽園の前に止まってるよ。うん。なるほど。じゃあ一旦あそこに戻ればいいのか。了解了解。ちなみにその絵は見れんの？その落書きは。どれだ？どれですか？あ、これか。下手な絵。これ、使う。見れんの？あ、見れるわ。かわいいな。何歳なんだっけ、みんな。よし、一旦これやっとくか。ねえ、君。そこの無表情な子。この世界で唯一無二なお手製顔出しパネル。はい、これ写真撮りたい。もう金腐るほど溜まってんな。ありがとうございます。すぐそこなのでどうぞ。あ、もうこれ勝手にやる感じなの？じゃあ払う必要ねえじゃん。みんな横向いちゃうし。払う必要なかったのか、これ。まあいいや。100アサリぐらい。さあ、じゃあこのタクシー乗って奥深井戸まで行きましょうか。はい、奥深井戸。はい、お願いします。で、そっから相乗り専用だぜみたいなこと言われたあのゲートの先、そっち側が気になるところではあるんですけど、こっちこっち。はい。あ、イベントだ。お前友達3人もいたのかよ。ふん、はいはい。早く行った行った。うん。一回引き返した時に相乗り専用だぜって言われた後に、4人専用だぜみたいなこと言われたんですけど。ブラックキアンナ。そう開くんだな、そのバーは。水中高速道路。あ、ここは無限に続いてるわけではないのか。すげえ。発展してんな。おー、プルート運輸。こっから戻れんの？冥王星特急の駅。はい、プルート待ってみよう。駅開通だけさせておきましょうか。ちょっとついでにお花の水やりもやっていきたいと思います。で、あと、最後の楽園で買えなかったアイテム。おもちゃ系のアイテム全然売っていなかったの。めっちゃ枯れてる。おもちゃ系のアイテム全然売っていなかったので、その辺のアイテムも調達しておきたいなと思います。ちょっと思ったんですけど、溺れる恐怖っていうの乗り越えたら、ここ行けるようになるんじゃないのかな。あ、行ける。あ、行けるようになってる。行ける。あ、ここ入れるんだ。え？何これ？あー、これも一元さんお断りのやつか。お、ここか。みんなここに入りたいのか。この前使い走りに必要だからってサメ肌社長が合言葉を教えてくれたんだ。この人たちは楽しい人ばかりだよ。ん？合言葉知ってんの？ヒロ君。ヒロ君リーダーの状態で。こんにちは、ホーギさん、ヒロです。合言葉、ふーんですね。
おい、ヒロじゃねえか。どうぞどうぞ。鍵を開けたよ。あ、入れんの？行ってみよう。おー、すげえ。本当に会員制くらい。あ、このクマ怖えな。あ、このクマで思い出したけど、あのスイートハート城の地下にいるあのクマ、あいつを倒したらクマのぬいぐるみ手に入んじゃねえかなってちょっと思ったんですけど、それもこの際だから試そうかなと思うんですけどね。あー、ここ特に何もなさそうだな。ジュークボックス使えて、このみんなでくつろぐっていう、これが使えるだけっぽいな。じゃあいっか。ここにいる、こいつが怪しい。この吹き出しマークがあるから他のクマとは違うんじゃないのかなと思っているんですけど、これ勝ったかな。あ、勝った。うん、攻撃力は高いけど大したことなかったな。うん、こっちも強くなったからな。いや、何にも落とさんのかい。あー、手に入れた。でかい声出ちゃった。骨折り損かと思ったら。よーし、持ってきたよ。ぐずしくしく。あ、それ私のクマのぬいぐるみだ。キャンドリーにクマのぬいぐるみをあげた。うん、ああ、それ、等身大だったの、クマのぬいぐるみって。じゃあ本当にあいつと戦ってたのか。お帰りクマさん。うん、連れてきてくれてありがとう。はい、これ俺。これぐらいしかあげられないけど、もらってほしいの。アヒルのおもちゃ。じゃあクマさん、早速遊ぼう。あ、そうだ、お茶はいかがかしらと。うん、動く。じゃあ本当に戦った相手がクマのぬいぐるみだったっていうことなのかな。よし、じゃあ一通りやること済ませて、アイテム補充やらやり残していたことやら済ませてやってきました。お、スイートハートじゃん。あれ、あそこにいるのってスイートハート。おい、スイートハート、久しぶり。俺結婚式を台無しに仕掛けた俺たちだぞ、覚えてるな。またどうしていつも出てくるのよ。うん、で結婚してみてどうよ。は、結婚なんてとんだ茶番なのだわ。あの情けない船長とはとっくに縁を切ったのだ。またかい。とっくにって、結婚式昨日だったじゃん。あ、そうなの。あら、そうやってつまりスペース旦那とはもう、ふん、もうスペース元旦那なんてもうどうでもいいのだわ。うわ、船長かわいそう。私の、向こう探しもここまでなんだわ。本当に私にふさわしい相手なんて存在しないと分かったのだから。そんなことは言わないで、スイートハート。きっとどこかに運命の相手がいるはずだよ。ああ、私のヒロ。その声を聞きたかったのだわ。でもダメよ。私はもう決めたの。相手を探すなんて古臭くて私に似合わないのだわ。向こう探しはもうやめるわ。代わりに向こう作りの始まりなのだわ。どういうこと？え、どういうこと？向こう作りってなんだ？そんなことできるのか？普通は無理なのだ。無理なのだわ。ただ私にルールは通用しないのだわ。お金ならあるからね。私のような大金持ちにしか行けない素敵な場所に行くのだわ。私の特別な注文は、海の魔女の三姉妹にするのだわ。なんじゃそれ。ではごきげんよう、庶民ども。ここでだべってたら遅刻してしまうのだわ。なんなんだそれは。スペースハートをちょっと好きになっちゃってるけど、僕は。これ、ついてった方が良かったり。あ、ついてくの。スイートハートが出てきたってだけで嫌な予感がするんだよね。うん、そうだな、スイートハートが関わってるってだけで面倒ごとのレベルが違うというか、うん、あのローザとスイートハートは結局同一人物なのかどうかみたいなこと言っていたんですけど、あのローザが出てくるサブクエストがあって、ローザは結局スイートハートのファンっていう存在であることには変わりなかったっぽいので、多分スイートハートとローザは結局別人っていうことでいいのかな。スイートハートはスイートハートでいたっていうことでいいのかな。ちょっとこの辺も探索してからスイートハートの後を追いましょうか。このムキムキのアサリ戦闘になった、戦闘になるわ。ミミックっぽいなって思ってたけど。本当に戦闘になるのか、うん、軽く探索してきたので先に進みたいと思います。怪しげな洞窟とかあったんですけど敵がたくさんいそうなんで、それはもう後回しにしようかなと思います。おお、どうもどうも、よろしくお願いしますよ。本当にけへへ、んここを通りたいのか。そうか、いいぜ。でもせっかくだし、ちょっと楽しくやろうじゃねえか。ここのルーレットを回してくれねえか。はい。なになに？ 651 アサリ？幸運の数字じゃねえか。幸運だけじゃなくて料金の数字でもあるけどな。払ってくるからいいよ。ところで試しによ、もう一回回してみねえか。いや、いいよ。あら、残念。回さなきゃ勝ちも負けもねえぞ。なんだったの結局。よく聞け。この道路はな、有料なんだよ。払ったよ、今。
通行料金払わないならさっさと帰るんだな。いや、今入ったじゃん。これ下から行けたりしないの？行けないのか。今払ったじゃん。651アサリだ。持ってるだろうな。はい。それはいい。あれだね。これ、どんどん払わされてんのこれ。いや、これはまあ、まだ払わずに回すか回さないかを先に決めた方がいいのか。ナイスルーレット。1350アサリだ。んじゃあ、まあ払うわ。ちょっと待ってよ。どうしても計算が数字。いや、これで、いつまでも続くの？はい。すげえ大当たりだ。2037。はい。いいよ。払えるから。結局、ここは、そんだけの金を持ってないと通れないっていうことだったのかな。うん。多分、いくらやっても、だだこねたとしても、通してはくれなかったような気がするな。この辺も、いろいろとありそうだな。うん。ちゃんと集落になってるというか、住居らしきものも見当たるな、ところどころ。これは何？何がいいのこれ。うわ、普通に人間がいる。魚少年。キャッチ&リリースが趣味なんだっきょ。どういう魚尾だす？魚尾って言っちゃった。釣られちゃった。望遠鏡がある。ピカピカの望遠鏡。景色を眺めてみる。はい。おー、すげえ。こういう感じの景色が見えるんだ。綺麗だな。うん。でもこれも海底なんだよな。じゃあ、ここも次行っちゃっていいかな。ここはルーレットないな。ゲート開けてほしいのか。もちろん喜んで。たったの2000。高え！金むしり取られる。これ全部払わなきゃ、本当にいけない。払わずにいけるっていうことないのかな。分かってるね。2000アサリほど安くなることは滅多にないぜ。へっ。こんなにちょろいやつも滅多にいないぜ。これ本当払わなくても通れる方法あったのか。結構痛いぞ。この出費。で、この辺は？もう金払えとか言わないで。うわ、まだあるわ。まだあるわ。結構お金が潤沢になってきて、アイテムたくさん揃えれるって思っていたのに。あ、ちょっと待って。スペース船長いるじゃん。スペースボーイ船長。なんか始まったけど。今まで別れた恋人たちを、これは君に捧げよう。あ、これ、特別なミックステープの曲じゃん。これ別にノータッチでもいいの。宇宙海賊たちは船長にうっとりしているようだ。もうほっといていいのかなこれは。もう普通に出てきちゃいましたが。何こいつら、怖い奴らいるけど、自分を大切に、一番言いそうにないセリフ。何、人には優しく。そういう感じの人たちな。ちゃんと社会に貢献してるか。俺は慈善団体に寄付してるぜ。人は見かけによらないもんだな。これこっち側には何があるの？ああ、牧場がある。ウミウシ牧場ってやつかな、ここ。どっかで聞いた。あの腐った牛乳もらったやつが、くれたやつが言ってたのか。くれたというか、売りつけられただけ。めっちゃ人寄ってきてる。まずい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 。めっちゃ寄ってきてるわ。じゃあこの辺もこれで終わりっぽいから、やっぱまた金払わなきゃいけないな。あ、寝てる。うわ、起きた。寝とる間に通り過ぎりゃ、金払わずに行けたのにな。お、やべ、違うんだ、ボス。俺は寝てたわけじゃなくて、その。あ、なんだ、ただの子供か。どうせゲートを開けてほしいんだろう。正直に言うと、ここの料金どうかしてるぞ。ここの料金は3000、高くなってる。別の道を探すで。はい、開ける。もう話が進まんからな、これ、出さないと。マジで、そんな金額をパッと出せんのかよ。富豪かよ。よし、開けたぞ。もうこれで最後にしてくれよ、ブラックキアル。うわ、なんか、フォントがおかしくなってる。ブラックキーは残り4個。ブラックキーの数も残り少なくなってきてはいるけど、あ、ゲート終わりだ。で、このタクシー乗ったら、うん、最後の楽園までショートカットできると。なるほど、なるほど。じゃあもう先に行っちゃっていいかな。もうだいぶ終盤に近づいてんのか。うわ、なんか暗くなってんな。スイートハートがちょっと心配まであるけどな。無事なのかどうか。とりあえず、マリちゃんのピクニックにやってこれたので、今回はここでセーブつけて終わりにしようかな。うん、この辺軽く探索してから、セーブつけて終わろう。なにこれ？なにこれ？超気になる。超気になるものいっぱいあるけど。うん。ちょっと気になるところであるが、続きは次回から見ていこうかな。はい、ということで、とりあえず今回の収録はこの辺で終わりたいと思います。次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。